我に任せよ。面白そうだ。面白そう。ぶった切れ。追い詰めたぞ。囲め囲め。ここが貴様の次の地だ。盗賊殺しの下道魔王めが。気をつけろ。奴はまだマグラムを使う余力があるぞ。神も魔も無造作に切り捨てる刃の魔王、なんておぞましい。まさに奴こそは世界の敵ハーザです。放っておけば我らは根こそぎ刈り取られてしまうであろうぞ。なればこその神魔連合、今だけはいさかいの手を止めて、あの最悪の化身を何としてでも葬り去らねばなるまいて。そこまでだ。刃の魔王キルリザークよ。お前はただそこにあるだけで、この世界ユースディーンの断りを乱す存在。捨て置くわけにはいかぬのだ。許せ。永劫に眠れ、ハーザーです。この身に借りてもやらせませんぞ。今少しでございますぞ。我が君よ、この黒金の魔王の身が滅びようとも、本身だけは必ずや。光、あれ。様、しっかり。魔王様。あ、よかった。ようやっとお目覚めになられた。誰？失礼いたしました。つい取り乱してしまって。お初にお目にかかります。僕の名前はサティウス。あなた様にお仕えするしもべにございます。覚えがない。それは当然です。本来ならば僕はまだまだ修行中の身。いずれお役に立ちたいとこの隠れ家で研鑽を重ねていました。まさかこのような形でお目文字することになろうとは夢にも思ってはいませんでしたが。我が君よ。
てていい？おお、なんともご無体なお言葉。その振る舞い、まさに敬愛する我が君のもの。忠臣バルガキン、嬉しく思いますぞ。よいよいよ。今少しでございますぞ、我が君よ。黒金の魔王、バルガなの？その通り、あなた様のバルガでございます。恥ずかしながらこのような珍妙な姿となり果てて生きながらえておる次第にございます。間一髪のところであなた様をお助けはしたものの、この隠れ家にたどり着くなり前後不覚の危機へと陥り、僕が魔術で仮初めの体を与えたんです。未熟ゆえ生前の姿からは大きくかけ離れすぎてしまいましたが。良いのじゃサティウス、あのままでは我が輩のボディは崩壊し、完全復活までに育成層の時を要することになっていたじゃろう。そなたが起点を聞かせてくれたおかげでこうして我が君の目覚めにも立ち会えた。感謝しておるぞ我が孫よ。おじい様、おじい様？ええ、恥ずかしながらこれでも歴史とした血縁なんです。祖父と違って僕は腕っぷしはからっきしなんですが。どう鍛えてもダメダメでして、代わりに頭の出来の方はよく、なので仕方なく魔術を学ばせることにしたのですが。いや、まさに良好、おかげで本当に助かった。つまり魔王様はハーザデスとみなされて、神々と魔王たちの双方から討伐されることになってしまわれたのです。始皇神グランギニオンが提唱した神魔連合、本来ならば相入れない両者が手を組んであなた様を抹殺しようとしました。それだけ刃の魔王であるあなた様のお力が強大だったということですな。何せあなた様が作り出すマグラムは絶対不滅たる神々や魔王をも殺してしまう。復活する余地もなく根本から完全消滅させてしまう。祖父から聞かされた時はまさかと思いましたよ。だってマグラムは本来人間にしか扱えない武器なんですから。だから神々も魔王もわざわざ人間を勇者に仕立て上げて敵を倒すための切り札となるよう有効活用しているわけですし。これもひとえに刃の魔王としての異能なのでしょうな。嫉妬も嬉しくない。たった一人で敵軍と渡り合った末に魔王様はついに力尽きて、始皇神らによる光の牢獄に囚われる寸前にまで陥ったのです。滅ぼしきれなければ徹底的に弱らせて閉じ込めてしまえばいい。延々と続く神々と魔王の戦いではセオリーですね。それだけはさせじと我が輩がお救いしたわけですな。危うく共倒れになりかけましたが。本当に無茶しすぎですよ。まあグッジョブだったんですけど。なんとか追っ手を振り切ってこの隠れ家へとお連れした次第ですが、あなた様のダメージはあまりにも大きかった。下手に魔術をかけたらかえって完全な回復を阻害しかねない。なので僕たちは魔王様を信じて待つことにしたんです。この隠れ家に復活に必要な魔力を効率よく集めるための陣を作り上げ、誰にも邪魔されないように見守り続けて、そしてついに今日その日が訪れたのです。魔王様復活、大復活、おブラボー、万歳、復活万歳。復活おめでとうございます、魔王様。
その割に体がすっごくだるいぞ。病み上がりのようなものですからね。調子が戻るにはまだ少し時間が必要かと。なに、外に出て人間どもの新鮮な魂を100や200も食い散らかせばすぐに元気になりましょうとも。いきなり暴れてはお体に触りますよ。今しばらくはお休みになっていてください。確かに頭がぼんやりする。復活の影響ですね。記憶の抜け落ちなどもあるやもしれませんが、こればかりは仕方ありません。時間をかけて回復させましょう。気になることがあれば何でも僕に尋ねてくださいね。早く思い出すきっかけになるかもしれませんから。お待たせいたしました。どうぞご覧ください。お頼み申します。よろしいですか。ではでは、いよいよ下界に繰り出すといたしま。ストップ。誠に恐縮ですが、行政的にそれは許可できません。市民の幸せな暮らしのために。どうも、政府の者です。なんじゃこの女は。ですから政府のものですよ。保護観察官のマミーと申します。そんなことはどうでもよろしい。神々の目さえも欺いてきたこの隠れ顔、一体どうやって突き止めた。どうやってと言われましても、市民登録されてますし。え、そちらのサティウスさんが手続きをしてくれましたよね。もしかしてまだお話の方がお済みでない。どういうことかな、サティウス。申し訳ありません。ご復活の嬉しさにかまけて、真っ先に話しておくべきことをついつい言い出せずにいました。魔王様がお眠りになられている間に、そのこの世界は。言いづらそうなので、事務的に私がご説明させていただきますね。神々と魔王たちによる戦いの日々はとうの昔に終了しました。どちらも今は過去の遺物としてきれいさっぱり忘れ去られています。はあ、この世界アルケディオは今や平穏そのもの。市民たちは何も恐れることなく日々を幸せに過ごしているのです。ご理解いただけましたか。やってんのよサーティウス。はい、言い出せなくてごめんなさい。サティウス、何故我が輩にまで黙っておったか。そんなに責めないであげてください。最初にここを訪ねた時は他の皆様は揃って蘇生されてる真っ最中だったわけですし、むしろ冷静に現実を受け入れてくださったからこそ、違法建築物を強制撤去という浮き目にだけは合わずに済んだということで。誠に申し訳ありません。まあいいや、仕方ないもん。えい、ゴーハラじゃがくたばりかけた身ではいかんともできんかったが、我が君の恩情に感謝するのだぞサティウス。はい、ありがとうございます。身内のお話はまとまりましたか。でしたら
こちらの要件の方を進めますね。刃の魔王ことキルリザークさん、政府による厳正かつ徹底した調査の結果、あなたは絶滅危惧種として保護対象に指定されました。なんですと？絶滅危惧種？言葉通りの意味です。なぜならあなたは現在この世界で唯一魔王と呼ぶに値する存在なのですから、放っておいたら絶滅してしまいかねません。政府としてはこれはもう保護するしかないでしょう。バカや、恐れ多くもハーザデスとまで呼ばれた我が君を人間ごときが保護するだと？へっ、抜かしおる。このお方が本気を出せば貴様らなどケチョンケチョンのバラバラに切り刻んで。不可能ですよ。もう魔王さんは気づいてますよね。復活したばかりとはいえ、取り込めるはずの魔力の総量があまりにも少なすぎるって。え、なんと。その通りです、おじい様。今の魔王様のお力は残念ながら全盛期にはとても及ばない。そしておそらくこの先も回復する見込みはないんです。サティウスさんのせいじゃないですよ。無論私たち政府の仕業でもありません。全ては平和になったからこそ。神々も魔王も去った今、この世界は安定し、魔力そのものが自然発生しにくくなったんです。魔力というものは世界が大きくかき乱されることによるブレによって生み出されるものですからね。市民たちが幸福に暮らす分には何ら問題ありません。ですが桁外れの魔力を欲するあなたのような超常の存在にとっては生きづらい世の中になってしまったと言えるでしょうね。なんということじゃ。でもご安心ください。そんなあなたでも政府は見捨てません。他の皆様同様に幸せな暮らしをしていただくため、誠心誠意万全のサポート体制でお世話いたしますよ。そのためにもこれを身につけてくださいませ。赤いタグ？絶滅危惧種であることを示すものです。これを身につければあなたも市民として政府の恩恵を受けることができます。監視の間違いでしょ。そこは気の持ちようということで。拒否した場合はどうなるんですか？残念ながらその場合は身の安全を保証できません。脅すつもりか？滅相もない。すぐにどうこうなんてしませんとも。ただあなたの振る舞いが他の市民の幸福を害したと判断され、何とかしてほしいと苦情が多く寄せられた場合には、害獣として駆除されるですね。ご明察、痛み入ります。ふざけるな！魔王様！ご理解いただけましたか？ご自分が置かれている現実というものが。バカな。衰えているとはいえ、我が君の一撃をこうもあっさりと。使いっぱしりの私でもこの程度の備えはあるということです。本気を出した政府はそう甘くはないですよ。無論そんなお互いにとっての不幸でしかないような事態になるのは全力で避けたいなぁとは思ってはいるんですけどね。魔王様、どうかここはこらえてください。今のあなた様では残念ながらどうにもなりません。不愉快ならば後で僕をお好きに罰してください。ですがここは辛抱を。
ようやく復活されたばかりじゃないですか。ですから今だけはどうかどうか。おめでとうございます、魔王さん。今より政府はあなたの幸せ生活を全力サポートいたします。あとはお任せください。大至急手続きを済ませてきますから。お引き止めして本当にすみませんでした。どうぞ存分に街を散策してください。きっと気に入ると思いますよ。魔王様どうかお怒りをお鎮めくだされ、我が君よ。孫の不始末は我が輩の不始末も同然、いかような罰も受けますがゆえに。必要ないから。ですが。今さらだってば。ならば改めて町の様子とやらを見に行きましょうぞ。監察官とやらの物言いにわかには信じられませぬし。でしたらお二人でお出かけになってください。僕はここで留守を守っていますので。おじい様、くれぐれも自重してくださいね。いさめるべきは我が輩よりもむしろ我が君の方なのでは。自由奔放な魔王様の行動に精虫を加えるとか無理ですよ。ゆえにおじい様に身を挺して頑張っていただこうかと。ステイシ上等。まあ言われずともそのつもりじゃがな。行ってらっしゃいませ。お申し付けください。どうぞご覧ください。承知しました。お教えします。どうぞ何なりと。どうぞご覧ください。お任せを。お申し付けください。届いております。おお、感謝いたします。こちらですね、こちらですね。さあさあ、今日は新鮮なブロッコリーがあるよ。これとこれ、それとあれもちょうだい。おに、今日もいい天気じゃ。いいわじゃの。お母さん、アイスクリーム買って。これもみんな政府のおかげ。本当に素晴らしい。本当に平和なのね。あの監察官とやらが言った通り、神々と魔王の戦乱の日々は本当に終わってしまったのやもしれません。つい昔のことを懐かしみたくなりますな。我が輩とあなた様が初めて出会った時のこと、我が輩が支配する領土にふらりと現れたあなた様は、それはもう見事なまでに大暴れをしてくださった。
つい切れちゃってさ。ええ、悪いのは増長して突っかかった衛兵です。喧嘩を売る相手の見極めもできんとは実に情けない。怒り狂ったあなた様を止めるべく我が輩は一騎打ちを挑んで完敗した。切り捨てられて当然の負けっぷりじゃった。にもかかわらずあなた様は全てを水に流してくださった。土下座されたらねえ。あの時我が輩はあなた様の器の大きさに惚れたのです。自由気ままで浮世離れした誇り高き強者の姿に強引に頼み込んで家来にしていただいて以来、その思いは日々募っていくばかりです。なればこそおいたわしい自由を何より愛するあなた様がこんな不自由な扱いを強いられていることが。なんじゃ小娘、ブレードは。なんだか元気がないね。もしかしてお腹空いてるの？空っぽなんだ。我が君の口癖。リリカのおやつ分けてあげる。これすっごく甘くて美味しいんだ。きっと元気が出るよね。これ娘、このお方は刃の魔王様であるぞ。身の程を。え、魔王様なの？すっごい、本当に復活したんだね。は？魔王だって、政府の広報に載ってたやつか。魔王様だ。はい、握手して。あら、まあ、魔王様、おじいさんも呼んでこなきゃ。そいつはめでたい。魔王様復活タイムサービスだ。これはたまらん。やい、はしゃぐな。もみくちゃにするな。あ、ご無体な。お待ちくだされ。やれやれ。ずいぶんとまあすさんだ顔をしておるな、若者よ。そうにらみつけるでない。別に取って食ったりせんよ。わしはじいじい、婚活同士じいじいじゃ。じいじい？そなたのような迷える若者を導くことが趣味のちょっと小粋でおせっかい焼きなじいじいじゃよ。待て待て、短気は損気ぞ。年寄りの繰りごとであっても耳を傾ければ何かの役には立つかもしれんぞ。そなた、何もかもが虚しいのであろう。退屈なのじゃろう。生きとる意味がようわからんのじゃろう。胸の中がスカスカしてイライラしてたまらんのじゃろう。それはな、魂の上、婚活というものじゃよ。魂の上？さよう。健やかな体を維持するのに食物の栄養が必要となるように、健やかな魂を維持するのにもまた心の栄養が必要となる。多種多様な体験によって生じる情緒、喜怒哀楽といった感情や好奇心、達成感、
あるいは挫折や失望といった不安要素でさえもすべからく心の糧となる。魂を強く健やかに育んでくれる。それらを総じて人は生きがいと呼ぶのじゃ。そなたにはどうやらそれが足りてないようじゃな。魂が飢え続けておる。だから全てが虚しいのだ。どうすればいい？より多く、より深く他人と触れ合うことじゃ。異なる価値観との出会いによって己を知り磨くのじゃよ。そうした日々を重ねて糧とすれば魂の上は満たされよ。そして何より一番のご馳走となるのが恋をすることじゃ。恋はいいぞ。ドキドキ、ワクワク、でもってハラハラ、甘酸っぱくてビターでもあり、とろけるように肺腑を満たす。ときめきを感じるほどに魂は充実し、すくすくと成長していく。そしてやがて最高のパートナー、魂の伴侶を得たとき、そのものは絶対無敵、無限のパワーを得たヒーローとなる。そんな究極の幸せを知るための試練の道程こそが婚活なのじゃ。おそこでこの本じゃ。騙されたと思ってまずは一読するといい。そして素晴らしき婚活体験がしたいと心が叫んだならば、いつでも訪ねてくるといい。婚活同士の名のもとにこの GG が手取り足取りそなたに恋のハウツーレッスンをしてやろう。おお、わが君よ、置いてきぼりとはひどいですぞ。我が輩がふにふにピチピチとどれほどの恥ずかしみを受け。なんじゃ。魔獣だ、魔獣が出たぞ。キャー、助けてくれ。誰か早く政府に通報。お母さん怖いよ。なんじゃこれは。平和はどこに行ったのか。魔王様、おじい様。おサティウス、これはどういうことなんじゃ。魔獣の襲撃です。主を失ったことで野生化した連中がいて、方々で好き放題に暴れ回っていると聞いています。話がうますぎると思っとったわい。結局平和なんてもんは絵空事でしかないんじゃ。皮肉は後で、とばっちりを受ける前に隠れ家に戻りましょう。ほっといていいの。通報されれば政府の兵隊たちがやってきます。任せておけば直に鎮圧されるでしょう。人間たちを救ってやる必要なんてありません。うん、そうじゃな、我が君よ。それでは。魔王様。なんて無茶を。まだ戦えるお体ではなかろうに。人間なんて僕らにとってはうぞうむぞうの消耗品、効率よく力を得るためのリソースでしかないのに、どうしてですか。おやつ分けてくれたもんね。そんな理由で。控えよサティウス、自由奔放こそが我らが主の王道ぞ。進化たるもの、その道行きを決して阻んではならぬ。おじい様、小娘の安全はこの
の黒金のバルガが引き受け申した。存分におやりなされ、我が君よ。どんどん、はっはっ、じゃあ、はっ、やっちゃ、じゃあ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 、もっと楽しめると思ったのに。いいじゃない。これが魔王様の戦い。減衰してなおこの荒々しさ。くー、この暴れっぷりこそまさに我が君よ。そのご健在ぶりに我が輩感涙の極みですぞ。リカのこと助けてくれてありがとう。魔王様大好き。ちょこれ魔王様マジバレー。やー、魔王様って超アゲポよね。僕も魔王様みたいになりたい。ありがたいや、ありがたいや。魔王様いいかも。お待たせいたしました。承知いたしました。お待たせいたしました。届いております。はい、いかがですか。お申し付けください。どうぞご覧ください。政府からのお願いです。よろしいですか。市内での許可なき乱闘は本来ならば重罪なんですよ。まあ今回は市民からの証言も多々ありますし、特別に不問といたしますけど。文句があるなら自分らでさっさと始末せえ。
全部終わってからおっとり刀で駆けつけよって。行政には厳格な手続きというものがあるんです。ルールはちゃんと守らないとダメなんです。お役所仕事か、使えんな。私悪くないもん、うん、その辺にしなさい。はとにかくご協力には感謝いたします。ですが無茶はもうダメですよ。あなたは絶滅危惧種、貴重な保護対象なんですからね。余計な手間とか心配とかかけさせないでくださいね。やれやれ、くたびれ儲けでしたね。いえおじい様、そうとばかりは言えませんよ。魔王様が魔獣を倒した時、ほんのわずかではありますが、その魔力に回復の兆しが見られたんです。おそらく連中の蓄えていたものを吸収なされたのでしょうね。魔獣はもともと魔王の眷属として創造刺激されるものですし。ということは魔獣を借りまくれば我が君に全盛期のお力がお戻りになるということか。残念ながら今のままでは現実的ではありませんね。何せ魔王様は手加減無用ですから。戦いで消耗される魔力の方が吸収する魔力よりもはるかに多い。むしろ自利品です。ですが一縷の希望であることには間違いありません。何かいい方法さえ見つかればきっと。頼んだわよサティウス。はい、必ずや魔王様のご期待に応えてみせます。かくして魔王は目覚めた。平和な時代に取り残された絶滅危惧種として、そして魔王は目覚めるだろう。多くの出会いによってその魂を揺さぶられて、これはその始まりの物語である。というわけで、倒した魔獣の魔力は確かに魔王様に吸収されております。ご安心ください。いや、まるで実感がないんだけど。それは奪った魔力以上に戦いで消耗した魔力が大きかったからでしょうね。魔王様、加減知らずで暴れていましたから。何を言うかサティウス、常に全力で全開、それでこそ我が君というものよ。納金の思考はやめてください。コスト度外視のどんぶり勘定ではいつまでたっても魔力の貯蓄なんてできませんよ。けんねね、魔王様が今のまま戦い続ける限りこの問題は解決しません。下手をしたらロスする魔力の方が多くなってしまうかも。それでは自利品ではないか。どうにかならんのかサティウス。一応対策は考えてあります。いささか魔王様のお手を煩わせてしまうことになるのですが、この本をご覧ください。魔剣鍛造修練書。魔王や神々といった上位の存在に対抗するため、人間たちが孤尺な知恵で編み出したマグラム作成の指南書です。剣、斧、槍、形状や性能に差異こそあれど、使い手の力量次第で恐るべき威力を発揮するという魔法武器の総称ですな。残念ながら我ら魔王や神々といった霊的に上位の存在には用いることができないのですが。そもそも人間という種族は上位の存在である我らにとっては便利な消耗品でしかありません。加工してよし、搾取してよし、少し世話をしてやればあっという間に増えよるしね。ですがその向上心は侮りがたい。きっかけの知識を与えてやれば
さまざまな研鑽を重ねてとんでもない領域にまで達することもある。マグラム鍛造もその一つ。彼らは独自にマグラムを作り出す方法を確立したんです。あれには神々も面食らっておったの。なんせマグラムは性能次第では神々や魔王であっても傷つけられるという代物じゃ。もともとは眷属である勇者らに持たせることで戦闘力を高めて敵対する相手を完全に滅ぼすために用いる切り札ですからね。神々や魔王は決してお互いを直接に滅ぼすことはできぬ。弱らせることはできても完全に消滅させることはできぬ。永遠不滅であれとオルディンが定められたゆえにな。この世界の万物を作られたという唯一無二の超越的存在、今は伝説によってのみ語られているお方ですね。さようが、その断りにも例外というものはある。強力なマグラムによってもたらされる死がまさにそうじゃ。まあ要するにマグラムを使いこなせる怪の存在のみが神殺しにも魔王殺しにもなれるというわけですな。いや、切り捨てまくってきたけど。それはあなた様が刃の魔王だからです。そもそもマグラムは念じただけでホイホイ簡単に出てくるものじゃないんですよ。しかもご自分でそれを使う、絶対普遍のルールを無視して一方的に殺せるなんてチートすぎますよ。かっこいいけど。その異能ゆえに御身はハーザデスとして狙われたのですぞ。神々からも他の魔王からも疎まれ恐れられたがゆえに。そういうことだったんだ。まあ我が君がそれだけ最強だったという証明でもありますがな。笑い事じゃないです本当に。ですがそれも魔力が十分に満ち足りていればこそのお話。おまけに今の魔王様は記憶さえもおぼつかないご様子。そこでリハビリとしてのマグラム鍛造というわけです。手ずからマグラムを鍛造することで失われた記憶や能力を用いる感覚が取り戻せるのではないかと思うんです。おお、なるほど。幸い倒した魔獣が素材として使えるようですし、一つお試しになってはみませんか。鍛造するマグラムをお選びくだされ。ランクをお選びくだされ。楽しみね。これだ。さすが我が君。マグラムの一覧ですぞ。さすがは魔王様、初めてとは思えぬ出来栄えです。していかがですかな、感覚の方は。意外と楽しいねこれ。それはよかった。僕もお調べした甲斐がありました。しかし結局王自らが戦われるのでは意味がないのではないか。ごもっとも。なので魔王様にはもう一頑張りしてもらうことになります。このマグラムを御身に取り込んで一体化なさってください。名付けてマグラムフォーゼです。
何それ、かっこいい。言葉の意味はさっぱりじゃが、何やらすごそうじゃ。刃の魔王たるあなた様は、あらゆる刃を滑る力を持つ者、自在に刃を生み出し、それを使いてもろとも操ることさえ可能であれば、そのお力を最大限に利用し、自身がマグラムとなることで、その使い手を強化し、代役として戦わせればよいのです。おお、これなら魔力の消耗はぐっと抑えられますし、使い手が不覚を取るようなことになっても致命的な事態だけは避けられるのでは。なるほど、妙案じゃ。なのじゃが、マグラムと化した我が君を一体誰が振るうのじゃ。任せたよ、サティウス。恥ずかしながら僕はひ弱で、武器の扱いにもかなり疎くて。仕方あるまい、お前はいずれ書の魔王になるであろう存在じゃ。散々に鍛えてやったが、こればっかりはどうにもならん。魔法でサポートすることはできるんですが、ごめんなさい。ですが心配は無用です。魔獣討伐を引き受ける名目で政府に協力を要請して、使い手を派遣するように手配をいたしましょう。あの連中の手を借りるのか。こらえてください、おじい様。どのみち邪魔されぬよう根回しは必要になるんです。ならばこちらの真の目的は隠したまま、せいぜい都合よく利用をしてやりましょう。それが利口というものか。そうですとも。では手配が終わるまでしばしお待ちくださいませ。どうぞ、なんなりと。届いております。はい、幸せ納税に興味があるのですか。うんうん、とっても関心なことです。幸せ納税とは、任意参加で物品などの寄付を募るものでして、貢献に応じて返礼品を差し上げちゃいます。ここでしか手に入らないレアなものやアレなものもたくさん。ぜひとも善意の気持ちで物欲を満たしてくださいませ。なお、寄付いただいた品々は政府が生活環境維持のために有効活用させていただきますので、ご了承ください。いかがですか。どうぞ、なんなりと。どうぞご覧ください。はい、これだ。見とれますぞ。これでよし。マグラムの一覧ですぞ。これでよし。マグラムの一覧ですぞ。お待たせいたしました、こちら届いております。承知いたしました。お選びくだされ。お申し付けください。仰せの通りに。お選びランクをお選びくだされ。ランクをお選びくだされ。これだ、これだ。さすが我が君、ランクをお選びくださる。作ろうかな。よし、さす
すが我が君。ランクをお選びくだされ。楽しみね。これだ。さすが我が君。お待たせいたしました。承知いたしました。誕生するマグラムをお選びくだされ。ランクをお選びくだされ。これだ。よし。さすが我が君。ランクをお選びくだされ。ランクをお選びくだされ。これでよし。さすが我が君。ランクをお選びくだされ。これでよし。さすが我が君。ランクをお選びくだされ。ランクをお選びくだされ。これだ。さすが。ランクをお選びくだされ。これだ。さすが我が君。どうぞ。何なりと。届いております。はい、これだ。マグラムの一覧ですぞ。これでよし。見とれますぞ。よし。見とれますぞ。マグラムの一覧ですぞ。どうぞ、何なりと。どうぞご覧ください。政府からの依頼です。よろしいですか。絶滅危惧種の保護、それは政府の重要政策です。この世界には噂はあれど実態のつかめていない絶滅危惧種たちがわんさかといるのです。平和になったのを知らぬまま隠れ続けていたり、調子に乗っていたずらばかりしていたり、エトセトラエトセトラ。ともかく発見次第きっちり保護してくださいな。このリストに最新情報を逐次更新していきますので。どうぞ、何なりと。どうぞご覧ください。政府からのお願いです。こちらですね。承知いたしました。いかがでしょう。お待たせいたしました。届いております。政府からのお願いです。ちょっと、誰よ。お前が魔王だな。聞いてるのはこっち。そんなに知りたいなら教えてやるよ。いいか、よく聞け。俺の名はダリス。最後の勇者の一族として刃の魔王、貴様はこの俺が倒せ。や、勇者じゃと。くそ、チョコマカト。
勇者は人々を救うために神々に選ばれた希望の器、いずれ世界の平和を乱すであろうお前を今ここで成敗する。でご無事ですか魔王様。手下がいたか。卑怯だぞ魔王。正々堂々一対一で俺と戦え。何を抜かすかこの知れ者め。我が君に対する比例我が輩が償わせてくれる。弟を傷つけることは私が絶対に許しません。ノア。あ、おじい様しっかりしてください。おのれ、よくも。降りかかる火の粉を払ったまでです。ごめんなさいね。が、あくまで弟に手出しする気だというのなら払うだけでは済ましませんよ。けぬ。私の名前はシャルム、ダリスの姉です。そして我らは紅葉神ソルブラリオンに連なる勇者の一族。紅葉神、始皇神グランギニオンを祖とする神族において武神の誉れも高き超ゴリゴリの武闘派。なら二人でかかってくる。ストップ。絶滅危惧種同士での殺し合いなんて政府として絶対に見過ごすわけにはいきません。わけわかんないんだけど。勇者にあるまじき弟の乱暴な振る舞い本当に失礼いたしました。ち、命拾いしたな魔王。それではご説明させていただきます。魔王さんたちは先日魔獣退治のパートナーを政府にご所望されましたよね。それもそれなりの使い手をと、そこで手配させていただいたのがこちらのご兄弟なんです。勇者の一族たるお二人こそが私ども政府が知りうる限り最も強い存在ですから。お気に召しましたか。えい、何を考えとるんじゃ。魔王と勇者は不具大天の敵同士じゃぞ。それはこっちのセリフだ。魔王に協力するなんて勇者の名にかけてお断りだ。なあなあ落ち着いて。ラリスもいい加減意地を張るのはやめましょうね。お姉ちゃんやるじゃん。シャルムさんでしたか。あなたすでに魔王を倒した経験がありますね。ええ、恥ずかしながらメッカの魔王アジカバストをこの手で仕留めております。なんじゃと。どういうことなのサティウス。勇者は神々に選ばれた眷属であり人間たちの希望の器、救いを求める祈りを一身に受けることで際限なく強化されます。さらに厄介なことに倒した相手の魔力を取り込んで成長し続ける。魔王を倒したならばその魔力をまるっと取り込んでしまう。そうなった勇者はもはや人間の範疇ではくくれません。そこの女は間違いなくそういう古つわものです。人外の存在だとかおばあちゃんみたいに言わないでください。すでに魔王を倒した私は確かに覚醒していますけど、平和になった今の世の中では人々の祈りも乏しくて全力を出し切ることは無理みたいなんですよ。さすがに。ある意味私と同じか。
そういうことになりますね。お揃いみたいな。まあ確かにマグラムの使い手としては申し分ないわ。じゃがの、なんだよじいさん、もしかして不意打ちでマグラムを食らわされるのが怖いのか。それはありえませんね。そもそも魔王様のご助力がなければマグラム自体が使えませんから。なのでくれぐれも愚かな企みは慎むように。そもそもあなたの方はまだ正式な勇者じゃないでしょう。魔王を倒し覚醒して一人前と認められるんですから、大概はその道半ばでお気の毒なことになりがちですけどね。なんせいくらでも替えのきく消耗品ですし。お姉ちゃんの方が強いのか。そう、バカにしやがって。だからこそ俺はすぐにでも魔王を倒さなくちゃダメなんだ。一人前の勇者として認められるためにはこの世界最後の魔王であるお前を倒すしかないんだ。ですからそれはダメだって説明したじゃないですか。絶滅危惧種の保護は絶対なんです。もし遵守できないというのなら、たとえ勇者であっても政府として処罰せざるを得ません。貴重な標本の一つとして結界の中に封じられて身動き一つできないまま永久保存されたいんですか。ならどうしてこんなわざわざ火に油を注ぐようなマッチングをしたんですか。それがこの世界にとって最も有益であると判断されたからです。魔獣たちの脅威はそれほどまでに深刻なのだとご理解ください。それは僕たちも先日目の当たりにしましたから。魔獣退治できないと魔王様の魔力もお戻りになられないし。それでは私はこれで失礼いたします。あとは当事者同士でよしなに。じゃ、中で話そっか。どうしたもんかな、この空気。とりあえず、お試しでやってみませんか。一緒に魔獣退治。何言ってるんだよ、姉さん。それじゃこいつを倒せないじゃないか。まだわからないの、ダリス。今のあなたの実力ではとても魔王は倒せません。私だって一族の支援や共に戦う仲間の助けを借りなければ魔王を倒すことはできなかったと思ってる。医療で劣り、人々の祈りも仲間の助けもない今の状況では絶対に勝てるはずがないわ。それよりも今は人々を困らせる魔獣を退治していきましょう。その過程で経験を積んで強くなっていけばいいじゃない。つまり魔獣退治にかこつけて我々を倒すための準備をするつもりですか。そこはお互い様でしょ。魔王さんだって魔獣を倒した分本来の力を取り戻していくわけなんですし、どっちが早いか競争すればいいんです。負けないんだから。俺をバカにしたことを後悔させてやる。この勝負絶対に勝つ。そうと決まればまずはお互いの実力を知りましょう。本格的な討伐に出かける前に近場で何度か試し切り、もとい実戦経験あるのみです。
お申し付けください。はい。どうぞ、なんなりと。承知いたしました。いかがですか？お待たせいたしました。どうぞご覧ください。